ラジオオーラン高校ホストクラブ玉木と京也の花金オールナイトファイナル。皆さんこんばんは。歌劇オーラン高校ホストクラブフィーネ、諏訪玉木役の小松純也です。大鳥京役里中正道です。2023年12月2日土曜日より開幕する歌劇オーラン高校ホストクラブフィーネにまつわるおしゃべりを公式インスタグラムよりお届けしていきます。今回も部長と副部長を演じる2人でお届けします。まずはこちらのトークテーマから。ホスミュついにフィナーレ、ラストに向けてここだけはこだわりたいところは、ということです。はい、こだわりたいところね。そうですね、ラストだからね。まあでも前の公演ですげえカンパニーの一致団結感がより深まったんで、最後に本当にこのキャストでよかったなっていうのをね、ファンの方に残せたらすごいいいんじゃないかなと思いますけどね。確かに、はい、そうだね、やっぱ最後だし、まあこのねラストっていうのもそうだし、この歌劇オーラン高校ホストクラブならではの、その原作の良さを、魅力か、最大限に出して出せるようにしたいし、でも僕らがやるからこその魅力も出せればなって思うので、そうです ね、やっぱ最後の最後っていうところは多分どっかしら常にさ、心の中にあると思うんで、もう本当にちゃんとね突き詰めながら、妥協せずに、もう大切にね、やりたいですね、やっていきたいと思います。はい、続いてはこちら、これまでで忘れられない公演はということで、初演と第2弾 と、 2弾と、もう忘れられないことばっかりですけどね、でもこれなんかさ、初演は初演で、第2弾は第2弾でってあるけど、これちょっとトータルして忘れられない公演って言えば、なんかあのもうどっちもやっぱ最後さ、みんなでいらっしゃいませ、最初最後に歌うじゃん、あれがすごいやっぱ忘れられなくて、これ結構ねもう何度も言ってるかもしれないですけど、稽古中にさ、じゃあみんなで例えば春日に向かってみんなでもう思いっきり歌おうって、でこれがその時に感じたもの、僕らが感じたもの、春日が感じたもの、で見てるあのスタッフさんが感じたものが、結果そのお客様に届く、歌のその魅力であって楽しさであってっていうところがやっぱ言っていただいてさ、そこからあの歌への意識と歌うことへの意識が変わったじゃん。確かに、なんか本当に歌う、ただただ歌うだけじゃなくて、しっかりこう届けることの大事さというかね、そうそうそう、あんなに稽古場でもあんなに伝わるんやというか、エネルギーってすごいなっていうのを感じましたよね。だからなんかトータルして、あの曲ってやっぱり僕らにとっても大事だし、このホスミにとっても欠かせないというか、ね、そういう、やっぱ聞いたら思い出すね、あの時間を、うん、それを感じますね。確かに僕はそうですね、それもそうですし、でもやっぱり忘れ、何やろ、思い出すというよりかは、どの公演の時の曲も歌もダンスも、全部楽しくて、楽しい、なんかあれもカフスも良かったなみたいな、うわ懐かしい、なんかみたいに思い出したら、こういろんなお菓子をこう、このお菓子つまもうみたいな感覚で思い出せるのがホスミのすごい好きなところかなって思いますね。いやいいな、いやこれもう思い出話したらきりないですよ多分。本当にもうしかもね、これ俺もさ、あれどこかしらで言ったんだけどさ、やっぱ体育祭よかったよね。いやめっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しい。もうさ、これ多分僕らがこうね一緒にこう何積み上げてきたからっていう、そういうものもあるかもしれないけど、やっぱその毎公演毎公演さ、やっぱ自分のその玉木の熱量によって京也も変わるし、京也の熱量によって僕も変わるみたいな、っていうので毎回そこ生のさ、感覚でやってたじゃん、あれはもうね、確かにうわーここまでこうやってきてよかったって思った、そうですね、言い残したことある？なんかいやでも本当にそういうのもこう多分本番中とかも思い出したりとか、うわーってこう感じながらも、こう大事にね、最後まで駆け抜きたいなと思いますね。はい、ということで今回はここまで。
須藤珠樹役小松純也でした。おやすみ。大鳥京役里中正道でした。良い夢を。歌劇オーラン高校ホストクラブフィーネは11月4日土曜日よりチケット一般発売開始です。公演の最新情報は公式ホームページをチェックしてください。